1950年代には製鉄部門を独立して川崎製鉄株式会社を設立。さらに戦後我が国初の輸出産業を建造。潜水艦おやしろも浸水しました。またオートバイの生産を始まり、技術のグローバル化を推進させました。1940年代は戦争と敗戦混乱期を経て戦後の復興を目指した時代です。戦後初の多熱戦執行版試験を開催。1920年代